やっはろな、どうも梅丸です。では、前回の動画を見ていただいたら分かる通りハードラクラフト1からやっていきたいと思います。さあ新しく新規作成やっていきましょう。さあお名前はですね、僕は変わらずハードラクラフトでやっていきましょう。ゲームモードはハードコア、タワー、他はいじらずやっていきたいと思います。では新規作成レッツゴー。来ました、新しいワールド、そして梅丸くんでございます。お、砂漠いいね、砂漠ありがたい、いいね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 。さあまずは、基礎やっていきたいと思います。まず木を刈って斧を作り、ツルハシを作り、シャベルを作っていきたいと思います。ではツールが揃うまでカット。はい、ではツールを全て作り終えましたので、ちょっとおさらいといきましょうか。久々にやるので、私が今入れているモッドは一括破壊モッド、マインオール、ディグオール、カットオール全て入れておりますので、木を刈るとこのように、木は切れる、葉っぱはなくなるといったところでございます。これマジで便利ね、本当にすごい楽なんですよ。食料もできないですね、こうやってリンゴがよきよき。では木を刈って、いったので、この後必要になるのはガラスが大量に必要になりますので、砂を掘っていきたいと思います。砂もサクッといきます。サクッと、もうなくなっちゃったんですね今。さあサクサクっといけたので、次はですね、もう砂も集めたし拠点となる場所見つけたいですね。あとは大豆が欲しいな。このモッドはね、豆腐モッドっていうだけあって、大豆があるんですよ。改めてこの企画の、お、羊、目標と言いますか、最終的に目指すところはマイクラ内における進捗実績ですね、を全て解除したいと思います。例えばエンドに行くだったり、ネザー行くだったり、ネザーのピグリン要塞、お、茶色い羊だ、ピグリン要塞に行ったり、そのような目標を、達成していきたいと思っております。あとこのモッド、豆腐モッド入れてるんですが、豆腐モッドにも進捗がありまして、どこだっけな、あ、あれだ、大豆手に入れないと進捗がスタートしない。あった、きちゃー、大豆、はい、大豆の進捗を解除することによって、ここに豆腐クラフトという進捗がまた新たに増えます。そしてここに出てくるように塩田を作る、あとにがりを作る、これらの目標進捗を達成していくのもまたやっていきたいと思っている次第でございます。ちょっと船作って冒険というか、遠くの地方行きましょうかね。あれ？あ、これあれだ、よいしょ、荒廃したネザーポータルだ。この宝はあんまりないけど、ありちゃいか、やった、うん、あった、探していたものがあった、あった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 、煙が出てるってことは、つまりあそこは村だ、あべ、あそこは村であるということは、ベッドがある、ここが荒廃した村でなければ危ない危ない危ない、なんかおるな、まともな村っぽ、危ない、いる、危ないな、あ、揺れない、寝た、よし、よかった、あ、死んだ、あ、狼やってくれたんか、ありがとう狼、あ、死なないやつもいるよね、まだいるか、まだいるか、ちょっと待て待て待て、ステイ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 、あれ、お、来るの来るの、こっち、危ない、死ぬ、爆発で、危ない危ない危ない、やったー、村見つけたぞ、よし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 、おお、ミクション、おお、ミクション、おお、ミクション、危ない、あー、村人が死んだ、なんということを、お、すごい、絶対入らせないって強い意志を感じる、あった、
ジャガイモでかい、ジャガイモでかい。ジャガイモでかいから、土いらない。パン嬉しい。鉄塊も何かに使うかもしれないから、待っておこう。いや、ここは非常にいい村じゃないですか。そしたらできればこの村の近くで動きたいから、この辺にお家作ろうかな。ちょっと整地しておきましょう。では早送りでどうぞ。聞いてなかったら危なかった。この土整地して村に行けるルートを開拓しましょう。ではここがすっきりするまでカット。終わりました。なんとか。よかった、死ぬ、まあ死ななくてよかった。ということで道ができました。ちょっとここら辺怖いから、ひとまず整地は終えました。そしてそんなことをしてる間に大豆ができてますね。ありがてえ。でここら辺を自宅として拠点を作っていきましょうか。はい、ということで、今家の建築をしているところを3倍速でお送りしているんですけれども、実はですねこの時に、撮っていた音声データと、あとこの後家が完成したところの音声データ、動画データがちょっと壊れてしまっておりまして、ちょっと音声を後入れて今編集中に入れている次第でございます。といってもこの時に話していたことをほとんど梅丸くん覚えておりませんので、作業風景をこの後お届けしたいなと思います。次回はですね、ちょっとした冒険に行ってるかな。あ、違う、この後、次回ハードラックラフト6話はですね、豆腐作りを始めます、梅丸くん。ということで次回の動画もお楽しみに。では作業風景を最後までご覧くださいませ。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おつまりでした。じゃあの。